宇田敏秀とは、明治時代から、大正時代にかけての浮世絵師、日本画家。ただし少年は、文久二年とも言われる。月岡義年の門人、文後国海府軍薄木村に生まれる。名は豊彦。通称は豊作。青切祭、万水楼、一英祭などと合す。はじめ義年について、浮世絵を学び、また国沢シンクローの画塾に入り、油絵を学んでいる。 東京朝日新聞などの挿絵を描き、西木絵では、明治20年頃から三枚、続くの、春遊三美人などの美人画を描いていたが、その後、日清戦争、日露戦争などの戦争絵や新聞挿絵、役者絵などを制作した。また、明治22年の青年会画共進会に、複音なうちわを集て立つの図を出品したりもしている。大正5年には、脳一血で倒れるが、 大正10年には熟練した最高の技術を誇る絵師、堀師、摺師の作り出す伝統的木版画に式絵を後世に残すため、年詠随筆観公会を創設年詠随筆を反抗している。この年詠随筆は現在までに14種類の作品が知られている。生涯伝統的木版画の技術を後世に残すために尽力し続け、大正14年。 六十三歳で没した弟に宇田虎彦がおり門人に平崎英宝河合秀忠伊藤彦像伊藤英太,藤英太柚木英直天野英宮山本英春笹井秀明福州秀信武志英京山川英茂松下英行大野英樹津賀英官渡辺英祖山田秀達寺田秀光松政秀樹 大塚正直らがいる。野崎佐分、造歩私の見た、明治文壇一平凡者、2007年、223、P。ありがとうございます。